だからやっぱ飛び込んでみないと見えないものがあるから、うんうんうん、人間であり獣やねんから、うん、俺じゃ松木、うん、やりたいで、ね、どの遺伝子欲しいの、どの遺伝子欲しい、うん、はい、こんにちは、松木です。今日はスペシャルゲストに来ていただきました、恋の伝道師ノンスタイル井上さんです。よろしくお願いします。ノンスタイルです。お願いいたします。コラボですね。そうね、いや嬉しいです。私もいいです。井上さん、ラジオでな、はい、松木ちゃんのラジオがあって、その後が俺らのてか俺のラジオ、はい、で会うたりしてたけど、はい、いらんのかハンコは。なあ、始めました。もう今ハンコいらないですよ。いるやろハンコ。いらないんですよ、もうネットで入れちゃうんですよ。それ置いといて、今日ちょっと井上さん、もう恋の伝道師、はい、井上さんも本も出されてたり、うん、恋愛番組も MC されている井上さんですけれども、ね、はい、うん、今日はいつも私一人で恋愛相談適当に答えちゃってるので、適当に答えたらあかんけどな。、うん、結構鉄板かもしれないですけど、うん、こういう男女どっちか引っかかるなみたいな、こういう女には引っかかるなっていうの、これはね、男女ともにまず1個あるのはもう大体、うんうん、大金持ち絶対やめた方がいい。なんでですか。あのね、大金持ちと、うん、ひと夏の恋とか、うん、1年とかだけならええで、はい、1回大金持ちを通っちゃうと戻れなくなる。あー、やっぱその1回もいいもの見過ぎちゃって、うん、もうなんていうの、人が寄ってくるから、うーん、だからこれリスクをなるべく減らしたいんであればね、もう浮気されたくないって考えられたら、お金そんなに持ってない人の方が安全。でも難しいのは、お金ある人との恋って楽しいね。うわー、でもそれ覚えちゃうんだろうね、うん、1回知るとインスタとかをきらびやかにしてる女の人はあんまり近づかないかな。なるほどな。あ、この人のお金の出所どこなんやろってなる。うわ、確かにわかる。やたら旅行、海外旅行行ってる人、ね、でこの人がちゃんと自分でこの仕事を成功させてお金持ちかもしれないや、うんうん、彼氏のお金でお金持ちかもしれない、うん、これわからへんねん。 SNS というものができて、すごく自己顕示欲のアピール合戦になってんねん。確かにね、今って行き過ぎてる人は俺はあんまり良くないと思ってる。なるほどな、うん、靴とかをだから見るようにしてる。靴、あ、靴に出るんですか。服に比べたら数少ないやん、うん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 、だからやっぱりこのルーティーンが見えてくんねんけど、だから靴見てたら、うん、この人お金なんだろうなとか、あ、この人そんなに興味ないんだろうな、お金ないんだろうなとかは分かる。なるほどな。じゃあまず靴見ましょう、皆さん。そうやな、靴だいたい金ないと靴汚れてるからな。でね、お金持ってると男前美人の能力ってやっぱりなかなか通常では手にできないもんやから、うんうん、その能力ある時点で他に競合会社がいっぱいおるぞっていうことや。あ、分かりやすいな、うん、だからベストは付き合ってからお金持ちになっていく人がいる。あ、じゃあもう、あ、こいつ絶対伸びるぞっていう目利きを、まあ、大事やと思うで。そっか。とか髪型変わったらかっこよなるとかさ、あ、ファッション変わったらかっこよなるとかあるやん。はいはいはい、はい、うん、やっぱスタートラインが他より違う上の人はさ、うんうん、それはやっぱり危険やで。そっか、うん、もう出来上がった人はダメなんだね。まあそうやな。でもそこがやっぱり出来上がってるから魅力あんねんて。うん、ね、王者とかもそうですけど、うん、やっぱ人より優れてる人の遺伝子が欲しいために女性は生きてるんですから。やっぱね、そんなの仕方ないですよね、まあ、女子は子宮で恋するからな。そう、まあ、もうしゃあないよ。もうどの遺伝子のことがあって、どの遺伝子欲しいの、どの遺伝子が欲しい、うん、今もし松木がもらえるなら、はいはい、誰の遺伝子でもくれるって誰欲しいの。リアルに私は結構その絵の才能とか音楽の才能とか、うん、そういうなんか才能がある人がいいですね。すごいお金を稼ぐ力とかもいろいろあるけど。じゃあもうクッキーさんなんかたまらんやん。いや、もうそうです、そうです。もうああいうなんか人が考えれないなんか奇人っぽい才能の遺伝子欲しいですね。多分クッキーさん飛びついて不倫しに来ると思うね。いや、もうこれ私の恋愛相談になっちゃいそう。次行きましょう、うん、あ、これ気になる。
ロマンチックなプロポーズをしてほしいと言われました、うん、井上さん的にロマンチックなプロポーズはどんなプロポーズですか？俺はもう超シンプルにした。俺はね、シンプルってどういう、もうだから別にもうご飯食べながらでもよ、じゃ結婚してくれませんか、いいですよ、もうそれだけでいい。あ、じゃあもうバラの花束抱えてとかじゃなくて、うん、そう、俺はね、この恋愛において自分の中の持論があるんだけど、はい、バラの花束とかで、でこうじゃあバージンロードみたいにバラで作ってとか何でもええねんけど、うん、それをプロポーズとかでしちゃうとその記憶をその先超えない。あ、うん、確かにあんないいことあったのになんで、うん、ってなる。だってプロポーズってもうこのプロポーズするということが素敵なわけやん、うん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 、記憶としては、うん、そこにいろんなサプライズロマンチックの足すやん、うん、ほんなら結局過去のじゃあ2人で出会ってからの記憶をこう遡るときに一番良かったの何って言ったらプロポーズになるやん。はい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 、うわそっか。俺はそれがあんま好きじゃないから、できるなら今が一番幸せな年を。あ、常にそう、うん、だからスタートラインは俺は地味でいいと思ってるね。うわー、なるほどな、うん、やっぱ女の子ってそのサプライズ好きだから、そうなんかあれこれしてほしいってやっぱロマンチックなやつって言ったらなんか夜景の見えるなんかホテル撮ってもらって、うん、そう好きだパカみたいな。そうだ、それはええと思うね、全然俺素敵でええと思うねんけど、うん、それをするということはその先はそれを超え続けなあかんから。そっか。でこれで例えばサプライズしなかったり、うん、ちょっと時間がなくてできな、簡単なものになったら、うん、女子は愛情が冷めたって言うから。そっか。え、じゃあプロポーズってそんなロマンチックじゃなくていいってことなんですか？いや、だからこれ人によるで、うん、本当に人によるしロマンチックなもので俺はええと思うねんけど、うん、なんかそう、俺はなんか自分たちの恋愛アルバムを作った時に、うん、最終ページが一番豪華だみたいな。何それ、かっけー出ましたこれ知りたい私。デートの別れ際、悲しくて冷たくなっちゃいます。可愛い別れ方教えてほしいです。じゃあな、松木っつってこうバイバイってやるするやん、うん、でこう行くやんか、はい、何回振り返ってもずっとこっち見てるのがやっぱ嬉しいよ。あ、消えるまでもう井上さんがいなくなるまでずっと、うん、みたいな、うん、うわ嬉しいよ。あ、そうなんだ。でもう極論、じゃあタクシー乗って、ね、まあ、曲がり方曲がってるけど、うんうん、見えんくなってもとりあえずその場に5分ぐらいいといてくれたらいい。なんで？なんでですか？分からない。曲がり角曲がるやん、こっちが、うん、でもやっぱり会いたいと思って走って戻ってくるかもしれん時に追ってみ、もうたまらんて。そっか、うん、めんどくせえ5分待つのいやいや、そうよ初心に戻って好きって何だと思いますか？好きって何か分からないことを探すことが好きなんやって。来ましたはい、じゃあ俺が松木好き、人としても、でもそれが何ですかってやっぱ言葉では表現できないのよ。そうなんだよね。でもそれの一番分かりやすいのは一緒にいたいやん、うん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 、だから父親、母親、弟、家族好きやからなるべく一緒の時間を共有したいやん、うんうんうん、一緒の時間を共有したいがやっぱ好きになってくるね。なるほどなるほど。でそれは会話をしてるとかそういうことじゃなくて同じ空間同じ時間軸で過ごしてるがやっぱり好きになってくるんだけど、うん、モテ男の井上さんはどういう瞬間にこの子好きかもってなるんですか？俺は一目惚れっていうタイプでもないから。あ、そうなんですか？そんなにね、なんか分からないけど、じゃあ松木とご飯行って、うんうん、わあ喋って楽しいな、うん、もう好きやんか、うん、これが続いてふとした瞬間になんか分からんけど松木ちゃんが分からんでなんかこうジャケットパッて脱いだ時に女子を感じたと、うんうんうん、ほんなら結局今まで友達として好きやった好きがゴロンと恋愛に変わるわけやんか。あ、だから松木ちゃんが何かをするから好きではなくて、うん、こっちがまずどういう環境下に置かれてるかってことでね。え、要は、うん、自分がピンチの時は優しくされたら好きなんだ、うん、でもイケイケの時は優しくされても好きならへん、うん、だからこの自分自身が今どういう状況かをまず把握せなきゃ。あ、それの分かりやすいのが怪我とか入院した時に優しく看病してくれた好きなる、うん、ってのがそれやんか、うん、自分がピンチ状態やん、はいはい、で結局コロナでこの結婚する人も増えたけどそれもせやんコロナでもう、まあ、自分もさっき日本世界がピンチなんじゃん、うん、ピンチな時って好きな人求めんねん、うん、もう本能やから、うんうんうん、生存本能として、だからそこの感覚がすごい大事で。なるほどな。じゃあ好きな人がいてその人が付き合う気なさそうだったら弱ってる時に優しくしたらいいですか？いや、それはもちろんやもうそれ大前提やでずっと弱ってるとこ狙ったらいいのか、うん、だから
何が好きか分からんけど一緒におるみたいなおるあるやん。うん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 。あとなんか女の子って刺激が強かった人を好きって勘違いしません？そうね。それがなんか良くないなってすごい思います。うん、あるある。要はなんかだからそれこそサプライズとか、うん、プレゼントとかも自分が食べたことないご飯食べさせてくれるとかそうだけど、うん、自分の知らないことを経験させてくれた人を好きって勘違いしがちやねん。そう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 。うんでもこれは仕方ないね。自分が経験したことないことを経験させてくれてるから、うん、この人といればもっといろんな経験ができるんだろうっていう回路になるから、うん、ほんでやっぱその人を求める、うん、で新しい経験ができなくなった時にその人を好きじゃなくなる。なるほどね。いやむずいな好きって。何を基準で。私も最近すごいその好きについて考えてたんですけど、うん、なんかそれも恋愛体質じゃないから私は、うん、どういう時に好きになって付き合うみたいなことをしようかって結構いろいろ探ってました最近。俺だから女の子もそうやけど、うん、じゃあ好きっていう感じもよく分かんないんですっていう人もいるやんか、うん、俺それでええと思ってて。でもその感覚の人はじゃあ男が付き合ってよとか男性も付き合ってよって言われた時に、うん、付き合ってみるべきやと思う。あ一旦、うん、要はもうチューとかエッチを例えばもうさせない、うん、別の自分の中のルールを決めて付き合うだけ付き合ってみないと、うん、好きっていう感じは自分一人では生まれないから、うん、相手からのいろんな感情がわーって入ってきて初めて好きっていう感情が生まれるから、うんうん、みんななんか一人で作ろうとするやん、うん、誰かを好きになりたいけどなれないんです、はい、いやそれ無理やね、うんうんうん、自分という感情があって好きな、まあ、対象の男性がいてその周りにも人がいていろんな感情がミックスされてこの人ええなってなるから。なるほどね、うん、だからやっぱ飛び込んでみないと見えないものがあるから、うんうんうん、人間であり獣やねんから、うん、そう我ら獣それはそうやって。だからその遊び人みたいなこと言うけどしてみんと分からんこといっぱいあるから。うわなんかもう今じゃ井上さんの部屋だとさそれでめっちゃくどいてきて落ちた女の人めっちゃいそうですね。めちゃくちゃいるよこれ見てる女の子が、まあ、ちょっといいかってちょっと緩くなっていくかもしれないですね。いやいや多分ほとんどのコメント欄がお前何言うてんねんって詐欺師やんこんなもんだから実際せんでもええで、はい、せんでもええけどそういう会話はしといた方がいいよね。いや例えばじゃあもう夏希は実は週 7かあるやん、うん、週9やりたい人かもなってもまあ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 ね、まあそういうことか。1週間3回4回ぐらいできたらって嘘つくやろそういう初めての回とかで、うん、なんか今日いつしたの最近とか、うん、私絶対空気読めないなと思ってもう言わないんですけど、うん、そういうセンスのない、ね、質問する人ほどなんか結構いやいやいや誰が浮かんでんの言わないですいや何そんな恥ずかしいことちゃうがな。いや別にそれはお付き合いする人とか、うん、そうこれからなんかもうしますよみたいな人に理解してもらえたらいいわけで、うん、するかどうかも分かんない人になんで政治上そんなベラベラこれだからこれよくない日本人の本当に良くないところ何行ってきますのチューとかさ、うん、する素敵って言うやん、うん、なんで昨日エッチしたか素敵じゃないの一緒やん一緒じゃないよ。あ昨日愛の再確認し合ったんやと思うだけやんか、うん、ちょ喧嘩になりそうとか次次次次私これやだな。飲み会の時は必ず隣に座ってボディタッチとか好き感出してくるのに普段はそんなことないよみたいな男の人ってどういう、そう、うん、どういう気持ちなんですか。やりたいだけじゃんこれ。そうや終了やりたいだけですよね。そうやずっとあのね幼少期とかに、うん、まあ母親の愛情をあんまり受けれなかったりとかっていうそういう家庭環境で育ってきた。絵で大人になってお酒飲むたびに子供に戻ってベタベタ甘える人はいる。うーんこれ実際にいる本当に。そっかそっか、うん、でもそのタイプなのかどうか分からないねその人がやけどだいたいもう男がボディタッチするときなんてやりたいに決まってるやんそっか、うん、まあもうほぼそうでしょうね。そうだから例えば俺もそうやで。俺じゃ松木、うんやりたいで急に何をおっしゃるんですか。でもしないで、うん、要は他のなんかいろんな感情が入ってくるやんか、うん、これ友達関係も崩れるかもしれない、うん、じゃあニューヨークにダサいと思われたくないとか分からんけど分からんけどないろんな感情が入ってきて総合的にもしそういう雰囲気になってもしないという選択肢を取るよ。ボディタッチされたことないけどな。そんな飲み会の席でどんな状況なの。え普通に嫌なんですけどいやそれだから松木ちゃんがそういう雰囲気出すからせえへん、うん、男だってジャッジめっちゃするよ。えボディタッチ、うん、えど
ういう流れで、え、なんか飲んでてウイスみたいな、こうまずウイスで乾杯せへんからまずウイス始まりちゃうからそうかそうか、え、じゃあこう机の下でこうなんかペンみたいなことを、でもボディタッチないやん思ってるの分かんない、もうそんな現場がない、例えばもう、まあ、今コロナやからこう近づけないけど、うん、じゃあ隣同士飲んでるやんか、うん、でじゃあそこに月がいるとするやろ、うん、でこっちにこっち側に、まあ、後輩とか他の子もいるやん、うん、でわーって喋りながらお酒飲むやん座敷とかで、うん、ほんだら こっち側にこう体重を持ってくのよ、でここに松木おったらこの後ろ背中側にこう手を置けるやん、うん、だから若干ここは触れるやん、あ、そういうやり方か、そうそうそう、でこうか肩の体重のバランスを松木側に持っていくやん、ここにやっつけたら、はい、これもボディタッチやん、うわそれはうまいわ、でトイレとか行くときに立つときとかにこう肩に手を置いて立つ、うわえあざと、あざといんですけど、いやそういうのを積み重ねやんか、うわ今ちょっとで盗もう、そっち側に何かあるときに取るときに右手で取らずに逆側でこう覆いかぶされるように取るとか、何それやってるわえなんか聞くだけでキュンキュンするもん、そんなんで、だから要はいかに顔の距離とかを近づけるようにするかとか、うん、で、わーってみんなで喋ってる時に、うんうん、じゃあ横にいる松木ちゃんが横にいたら松木ちゃんだけ小声で喋るとか、え、それって井上さんって自分で開発したんですか、それとも恋愛本めっちゃ読んで、え、どっちなんですか、自然とやっちゃってたんですか、めちゃくちゃ恋愛本読んでるよやっぱそうなんや、恋愛本も読んだし、うん、で、もちろん俺、心理学とかも好きなのよ、あ、そうなんだ、その勉強、大学とかも含めね、はいはいはい、そういうの専攻したりもしたことあんねんけど、でもそんなんは結局本とか勉強で学べるものって、うん、浅はかやわ、やっぱそうなんだ、うん、この間初めて私恋愛本とか読んだことないんですけど、うん、その心理学を取り入れた、うん、今までモテてきてない人が男の人が書いた本を読んだんですよ、うん、これモテないからみたいな、なんかことばっか書いてて、あのね、あの恋愛本もそうやねんけど心理学もそうやねんけど、うん、モテることは書いたのね、なんか内容的にね、ただその自分がどのコマンドが当てはまるかがみんな分かってへんねん、だからこうボディタッチも人選ぶねん、あーなるほど、それができる人できない人、それが似合う人似合わない人で、俺の場合とかで言うと、まあ飲み会でもずっと喋ってるから、わーってこんだけ喋ってたらちょっとこう疲れてこう酔っかかってもえっかって思わせれるかどうか、うん、これが大して喋ってないのにこうやって言われたら何の気持ち悪いのか確かに、そう、だからそこまでのボディタッチに行くまでの道中が自分はどのパターンかとかを知らなかった、はー、うん、なるほどな、小声で耳元で小声で喋るもごめん生ビール頼んでくれへんとか喋るも、うん、これ声大きいわーって俺が喋る人だから、この場がわーってこう陽気なムードになる、だから会話が飛び交う、うん、だから隣の人に小声で何かを伝えてくれる、あーそっか、全部が全部1から10までやっちゃダメなんだ、そう、合うやつをやんないと、そうそう、だから松木ちゃんに合うモテ方があるから、どのモテ方が松木ちゃんには合うかを分かった上で恋愛本を読めば、うん、あ、この能力だけ盗もうとかはできる、うん、なるほどね、うん、やっぱりちゃんと勉強して努力あってのモテなんですね、そうね、だって毎日ナンパしてたからな、先輩とかにこう女性を持っていくっていうので、そっか、芸人さんやっぱ、うん、してたもん、ね、16年ぐらい前、何回土下座したか、え、土下座引っ掛け橋で、何々さんも飲んでるんで一緒に来てくださいとか、してたそれが今やでもそういうのが生きてると思うで、ほんで、うんうん、俺で言うと自分のチャンネル行ったことあるけど、うん、24から26、この前2、3年、まあ結構な借金があって、うん、だから生活費がないから、うん、でもご飯食べたいやん、だから毎日あーから一人ずつ女子に電話かけて、だから今日ご飯行かへん、うん、で、あ、行こうって連れてってもらう、連れてって、で途中で飯食ってる途中で財布忘れる演技するっていう、うわごめん財布忘れた、うわ、で当時はだからそんな ID とかさ、うん、そんなないから、うん、現金しか払われんから、うわごめんっつって、でも、まあ、いいよじゃあ今日おごるよって相手に言わせるぐらいひたすら喋ってた、あー楽しい、もういっかみたいな、うん、そうそうそう、え、すごー、それをだから 2,3 年してたから、うん、でそこですっごい抱いてた、よく警察連れて行かれなかったですね、なんでやねん、愛し合っただけやんけだってなんかお金も払わせてエッチまで、すごいないや、なんかそれは別に悪いことじゃないやん、だって喋って好きになってもらってんねんから、確
確かに今この1時間ちょっと話すだけでなんかその例えも全部私の名前で言うしとかそういうので意識をどんどんさせてるんだろうなとかなんかすごい考えて怖いこの人ってなったすごいあすごいそうよよく気づいたなそのからくりに、うんうん、なんかすごい意識しちゃってたもんあれあれそういえばみたいなだから脳内でいかに自分との思い出を増やせるかってことやんかそっかー例えば松木ちゃんが彼女やってしてって言ったらそういう風に考えるやんそういうのをちょっとずつちょっとずつ置いていくのようわーわーわりわりわこれそれ引っかかりますねだから俺合コンとかでよく昔やったのは男、まあ、3人4人とこったら全員デートプラン見ようと予算いくら1日休みじゃみんなで想像して俺らとデートしてることとか言ってデートプランで誰が一番いいデートプランか決めるみたいなことするけどそれすると脳内でなんとなくイメージしてくれるやん、うんうん、イメージしてくれたら恋愛に発展しやすいのよイメージできないから恋愛できないのニューヨークとの恋愛できないのイメージできないの、うんうんうん、これがニューヨークとの恋愛がどっかイメージできるようになればするわけやねんからうわーそうやってどんどん引きずり込んでいくんか面白いやばいまだダラダラ話しちゃう、うん、この辺でそうしたら切らせてもらいますちょっといっぱいいっぱいでもっと聞きたいとこなんですが、うん、私の恋愛トークを井上さんの、チャンネルの方であ、はいはい、コラボさせてもらいますので、ね、この後撮るのねはいそちらの方もチェックよろしくお願いしますということで今日のゲストはノンスタイル井上さんでしたありがとうございましたありがとうございました